今週も皆さんお疲れ様でございました。崩壊するバンド国慶のドアでございます。それでは始めましょう。眠れる夜に。国慶のドアの眠れる夜に。はい、ということでございます。ちょっとこう週末ということでね、はい、皆さんにお疲れ様を言ってから始めましょうと。で今回のテーマなんですけど、うん、ちょっとチャレンジ会です。はい、チャレンジ会に結果なってしまいました。うん、テーマをどうするっていう話、うん。そうね。いつも結構ね、テーマ決めるのちょっと大変なんですよね。ちょっと考えてね。うんうん、で、彼発案で、うん、蒸すねと。蒸すって熱い。蒸されるね。から、広げられるレベルを、今回皆さんに見せようと。ポケルドアというのは、まあ、フリートークですね。どんなものが来ても、これだけ広げられるぞということで、いや、蒸しますね。まあ、リアルタイムで、まあ、まだ梅雨時。そうですね、今6月、あ、7月か、7月入って撮影してるんですけど。いや、蒸すね。まあ、でも、今はちょっと伺いの時期ですよ。何ですか？やっぱこう、発案者がどういう広げ方するのかなっていう伺いの。まあまあまあね。俺が喋ることはね。ああ。いくらでもおしゃべりなんで。じゃあまあね。うん。やっぱ先生がうまいことを引っ張ってください。みんなどうだい？除湿してるかい？っていうところから始まるんで。おお、始まる。結構やっぱ、自分自身はそんなに、湿気多いのって、うん、嫌いじゃないんですよ。はいはい、乾燥肌なんでね。なるほど。逆に。うん、逆に冬の方が辛いんで、うん、まあ今の時期だと、まあ肌がしっとりして楽だなって、ね、うん、あるんですけど。まあそんな僕でも、うん、いや、これマジきついっていう、ムシムシ感を味わったことがあって、はぁはぁはぁ。二十歳ぐらいの時に、友達三人でオーストラリアに行ったんですよ。ほう。当時はね、バイト先の友人たちと、うん、オーストラリアめちゃくちゃ暑いんですよ。知ってますでしょ？まあ行ったことはないからです。まあ暑そうだけど、なんかカラッとしてんじゃないの？やっぱ蒸すの？暑い。カラッとしてるイメージあるでしょ？うん、まあ実際ちょっとカラッとしてるんですわ、街の方がね。自分が行ったのはケアンズ？ケアンズ。あの、首都の方だよね。サンゴ礁があるとか。海なの？上の方かな、うん、シドニーじゃないです、ね。シドニーは下の方なので。ちょっと田舎ぐらい。名前はたまに聞きます、うん。まあ、リゾート地っぽいところで。うん、まあ、で、ここで俺はものすごいテクニック連発してらっしゃる。どこですか？話をこう、どう広げるかっていう。はい。俺もう毎回いろいろクエスチョン入れてきてるの。ああ、そうですか。じゃあ、いつ頃行ったの？20年前ですね。っていう風に広がりません？話って。素晴らしいですね。もう、自分語り好きだからね、先生は。いや、そうですね。いや、俺が出すから。申し訳ない。もう、その中で、違うんですよ。俺が出していいんですよ。はい、そうか。俺、20年前ぐらいにちょっと、オーストラリア行ったんだよ。なんで行ったと思うとかさ。ああ、素晴らしいですね、その。もうすっごい嫌な顔してるけど。いや、広げることを見せつけなきゃいけない。うん、そうそうね、先生、頼みますよ。素晴らしい。ぜひそこも意識していただいて。二の句が次ない。先生。で、まあ、とはいえね。はい。遊びに行ったんですよ。はい。そんで、こう、もう社会人？いや、一瞬働いてる時ですね。じゃあ、高校は出たのか。出てます。二十歳なんでね。何日後に？4泊5日かな。じゃあ、なんとなく行こうみたいな。うん。ちょっと海外旅行行ってみたいね、みたいな。あ、はいはい。初海外です。はい。初でしたね。うん。で、まあ。まあ、いろいろ準備して行って、まあ、ちいなーつって。それがやっぱ蒸す。まだそこでは蒸さないんですよ。おー、まだある。街は、日本の3倍ぐらい紫外線が強いんです。おー、街って。でも、暗さ必要なの？そうそう、だから、我々です、まあ、白人の方って、まあ、肌が弱いじゃないですか。目も。そう、目も弱い。もうみんなサングラス。で、もう肌もちょっと真っ赤になっちゃってるんですよ。俺はもうね、さすがにこれ痛くね、熱いね。イエローモンキーたちですから。そうそう。きついね、きついね。で、
まあ、しばらく遊んでて、2日目か3日目かに、ちょっとツアーに行こうと。うんうんうん、ね、現地で頼める。ほうほうほう。こういうツアーがあるから行こうっつって、それがね、うんうん、森の中の遺跡を探検する。もう面白そうじゃん。なんですよ。大好きですよ。で、そこで終わったら美味しいお肉をみんなで食べましょうと。ロジービーフですね。いいですね。最高じゃん。最高だったんですけど、うん、もう森の中が、蒸して蒸して。ジャングルみたいな。ジャングルみたいな。こんなにすごいみたいな。装備としては長袖なのかな？いや、半袖ですね。もう虫刺すとかあんま気にせず。まあ、あんま気になかったんですね。とにかく、こんな蒸すっていうね。僕は、あれ以上の蒸しさは体感したことないです。蒸されたのは、うん、日本の梅雨ってきついって言うじゃないですか。まあ、今だってすごい蒸し蒸ししてる。いやいやいや。あんなもんじゃない。汗がじっとり出る感じ。うん。蒸される感じするんですか。なんで、小声になってる？そんでね。うん。マイク使わなきゃいけないぐらいちゃんとやってる。ずーっとね、はい、ずーっと水飲んでる。あー、乾くのか。そう。出てんだけど、もう、ベタベタなんだけど、出続けてるじゃないですか。はい。もうとにかく水なんですよ。まあ、出てるからそりゃそうだよね。とにかく水だよね。出てんですけど、水なんすよって言うのもそりゃそうだよなっていう感じで。なかなか、なかなかだなぁと思いながら。正直、つれえから面白くねえな、とまで思ってた。ああ、行くまで。森の中の遺跡みたいなのあったんですけど、ずっと。逆にさ、例えば、こう、まあいろいろお金とか時間の問題もあず抜きとして考えて、うん、行ってみたい場所とかってある？世界中でですか？うん。もうちょっと危険性とかもなしよ。うん、その、虫とか、蛇とかもあんま、うん、まあもちろんちゃんとそういう装備できますという前提で。うん。うん、自然関係で。そうですね、うん。なんか人工的な。町とかじゃん。うん。ああ、あのね、アイスランドだったかな。はいはいはい、はい。今日は。寒いのすごい嫌いんですけど、アイスランドだかなんだかに、オーロラ？温泉が、ある。ほうほう。アイスランド、飯田がよく行ってますよ。あ、マジですか？ 2、3回行ってる。めちゃくちゃ寒いんだけど、その中に、雪の中に温泉があってみんな入ってるんですよ。そこはちょっと気になりますね。それって蒸しても行きたい？寒いから蒸さないでしょ。いや、違うんですよ。オーストラリアのその蒸しを、うん、そこだけは取り入れられるんですよ。ただそこを耐えれば、うん、見れます。見れるとか入れると。うん。うん、いう。まあ別に、どっちもいいかな。どっちでもいいかなってなると、話って進まない。わ、うん、かる、うん、話題って広がらない、うん、だって、何でもいいよねって言っちゃう。わ、うん、かる会話って広げるときに、何でもいいよねは、NG ワードだ。特にこうやって人に向けて放っているときに意識するべきは、イエスかノーかなんですよ。よく、あれだもんね、よく言うよ。今見せつけてるからね、ポッケのドラマ。何食べたい？何でもいいよ。これがね。一番良くない。一番良くない。ねえ、よく。よく分かってらっしゃる。何でもいいんだったら、どくどく言うと、ね。素晴らしいですね。いや、ほんとそうじゃん。なんか、何が食いたいっていう正解を知りたいわけじゃないんですよ。うんうん、奥さんは、うんうん。じゃなくて、ヒントをくださいよと。うん、肉食いてえなとか、うん、魚食いてえなとか、うん、米食いたいなとか、そういうことだと俺は思うよ。うん、あそこの討論の結果としては。うん、いいこと言ったよね、多分。素晴らしい洞察力ですね。いやいや、もうそろそろ、もう、休みに入るってのかな会話、こいつ、広げる気がないのかな、ね、ただ、ほら、なんていうの、この、蒸すっていうキーワードを、うん、継続する必要って会話が広がる上ではない。ない。いらないじゃん。みたいなね。だから、こう、いろんなことを言ったわけじゃないですか。うん、行くとしたらとか。でそこにちょこっとだけ関連性で蒸す、うん。で、そこでイエスかノーかが分かれたら、うん、違う話に行けるわけだよね、うん。それぐらいお前の中で価値があっても、蒸すっていうことにはもう勝てないんだね、とか、うんうん。で、でもやっぱそれだけ魅力的なところとか、それぐらい蒸しても、うん、
来たいんだな、うん、ってことはやっぱその世界遺産ってさあとかっていうふうに話が、うん、でも君が言った答えは何でもいいよと、こうですよ、意識すべきはこうやって外に出してるわけですから、意識すべきは私万能感いらないんですよ、これがね一人っ子感出ちゃうんですよね。一人っ子じゃないのに。一人っ子ではないですね。一人っ子でもないし、俺と同じ柔軟な次男なくせに、うん、弟のやつなんか、うん、ほら、長男の人って多いからさ。なんかちょっと偏見入ってるかもしれないけど、やっぱ譲らない人とか。うん、まあね。あ、やっぱこう。まあ、兄貴方というかね。まあ、アドリブ聞かないというかさ。うん。うん、いいけど、なぜか同じ次男であるくせに、気が利かない。ちゃんと意識しない。モニターの向こうを意識しない。そこが俺のかっこいいところだ。また前回に続き出る気がする。なんでしょうね。その。俺はもうこれはやっぱ言い続ける気はないんだよ。そういうタイプじゃなくなればいいわけだ。いや別に。サービス精神じゃない。そうなのかなっていう。そう見えるっていう。見えてるよ、多分。まあそうですか。だと思いますよ。だってなんか、そっちゃいい。プライドなのかなんかよくわかんないよね。だからネットとかで見るじゃないですか。ん？よくその、2ちゃんとかでもさ、うん、なんか話聞かない2チャンネルとかいるじゃないですか。まあね、うん。いや、俺はそうは思わない。うん、いや、でも、こうはこうじゃないですか。いや、こうはこうやって折れた方がいいですよ、なんとかさ。いや、そんなことはない。うん。見ててさ、うん、見苦しくない？だってこんなに、あなたのことを考え、いや、そうは、はわかりますよとか、うん、すごい冷静に考えて意見を上げてくれる人たちがいるわけです、うん。まあもちろん、喧嘩みたいなちょっとお互い様があるから、うん、あの、どっちがいい悪いはどっちかは別として、うん。ただでも、このテーマで話してて、なんか随分突飛なことこの人言うなと、いう時に、こうネット住民の人たちがさ、うん、まあ馬鹿にする人もいるけど、これわかんねえなんて本当にこいつクソだなっていうような人もいるけど、うん、中には、あなたの言いたいことは一定わかりますと、うん。うん。だけど、ここの部分においては、やっぱそれはわからないと言ってしまうのって破綻してると僕は思います、うんうん。そこについてはどう思いますかっていうときに、いや、ない。っていうタイプがいるじゃん。うん。に近くなってますよね。あ、そうですか。その、要するにその、物事を、いや、俺はどっちでもいいとかってなっちゃうと、見えませんそう。文字列にしたまあ、今そこで、一応あ、会話ここで終わったなって。なるほどね。あそこで突破、そういうことそこで突破点を見つけようとしてるわけですね。僕は言ってみれば、やっぱここは国慶の段の実力をね、うん、見せつける、いい機会じゃないですか。ただまあね。この二人組のね。無機動ですからね。何が？お前が。まあ、別に無機動であるべきとかも思わないですし。自然にそう、ね。そう、自然にこう出ちゃうんだよね。そういう人間だから、ね。めんどくせえなって一緒に。そういう人間だから、ね。でも、やばい、こうちゃんと。だってさ、俺、だってさ、ちょっとしたアイスランドのさ、はい、その秘湯の話をしてる、うん。そこにね、なんか その話を普通にしてればいいなって俺は思ったんですよ。うん、だからそこなんかね、これはね、なんかで聞いたんだけど、何々聞いて、そういうスポットがあるって聞いて、うん、その人がこういう体験をして、うん、すごいいいらしいからさ。ああ、それいいじゃん。っていう。いい広がり来るかな しようかなと思うんですよ。おうおう。じゃあ、そこにさ、そこにさ、蒸したら行く蒸したら行くお、来たよ。俺、攻撃タイムだ。俺と国境の広げ方だな。どうちょっと、俺が作為的にちょっと、斜めから来てるでしょ俺目線高いでしょみたいな。ちょっとね、やっぱさ、そういうのはいいけど、それが我々の持ち味だけど、ね、じゃあなんで、だから要するにそこを語りたかったけど、うん、お前のプランとして、国家広げ方見せてやろうと、腕組みしたわけでしょ、うん、で、そこになんか余計な欲張りが入ったと、それでも行きますか行きませんか。でもさ、それさ、ちょっと得意的に言うんだぜ。で今の、お前の流れで言うと、プランとしたな、うん。そっからそこの魅力を語って広げていこうと思ったわけでしょ。で、そこに行くか行かないかの委託をなんか無駄なこと言ってきたな、こいつが来たわけでしょ。うん、じゃあ行くでいいじゃん。どっちでもいいな、じゃないじゃん、だったら。だから、その瞬間に俺は冷めたんです。いや、また始まったよ。待って。冷めるという行為を、人前でやる必要はないよね。いや、でもこれリアル、ね。ちゃんと、サービス精神として、うん、
もちろん。やっぱこれはコンテンツですから。コンテンツだからさ。こうやって。リアルを見せていけないじゃんさ。なんか、賞賛があるんですか？その流れ。賞賛？賞賛なんて鼻からねえよ。何言ってんの？起きろよ。次切れて。怖い怖い。朝だよ。こっちだって朝だって分かってる。だから、それだったら行くでいいじゃんかよ。だからまあ、ちょっと。ストレートだったよ、お前。いや、お前、上からちょっとこう、これやめろよ、これ。だから別に、それは行く行かないって聞いた時に、どっちでもないはいらない。うん、いや、だったら俺別に行くよ。うん、なぜならばって返せばいいじゃん。いや、ね、こいつうるせえなで、うん、ちゃんと返せるような、どれを見せてくださいよ、先生。私は話を広げたかった。お前のアイスランドの話聞きたかったね。なんで、なんでどっちが俺、話したかったよ。話したかっただろ、うん、でも、それ話せなくなったらどっちのせいだと。結局そこで超難関で、ね、俺が冷めたからもう、ああ。うん、プランもうその、なんつうの、こう、見てる人なんかどうでもいい。俺はもうどっちかって言ったら、そういうふうに、まあ、うるせえなって言われても面白おかしくなるように今だって考えてるし。でも今、お前は、ただムカつくムカつく。もう俺はもう朝目だ。これですよ。出たなんか変な長男だけど。やっぱこう、そこはやっぱ魅力的なアイスランドの話一発バーンとここで出していただければ。じゃあそこに繋がるところであれ。だからそこってお前のプライドなわけだけど。またプライドの話ですか？いやいやいや、俺かっこいいじゃなくていいけど、結局、こいつなんか偉そうなこと言ってるな、俺も話さない。ってことでしょ。いや、結果そうでしょ。もう話さないってなったわけ、今は。それも、例えば聞いてる人に面白くて、あれではもう分かったら、それは行くよ。で、いいじゃん。軽く交わして、なんだったら、俺のプライドもうまいことにしようって、でもそれはもう、まあ、無視するのはあるけど、うん、まあまあまあ、行くよ。なんで、帰って言うときになれば、もうお前マウントが始まって。素晴らしいです。だこれ、ディスってるからね。これ、得意のところですか。お互い今、得意のところ出しちゃってるんだけど。この陰湿さと、この、いや、素晴らしい。なんていうの、その、いいところでもあり、世間的に見たら、すごいお互いの悪いところ。俺のこの、お互いの悪いところから悪いところを塗り付け合うという。昔ね、川島っていうボクサーがいたんですけどね。ディフェンスの上手いね。ちょっと近くに顔の人だよね。細い方かな。川島、ど、川と、えっ、ー、とね、島って普通の島？島は普通の島だから。もう一人いるんですけど、川島っていうんです。普通の島のこの川島。世界チャンピオン？世界チャンピオン。川島アツシから、ね、その人はね、こう顔で追いかけるディフェンスをする、ね。こう、ダッキングと言いますか。なんか、いなしていく。そうそう。まあ、もうだからダメージはないんだよね。避けてるから。今はこれ、素晴らしいですねっていう、そのことやってる。あ、そうそうそう。お前そっちだよ。素晴らしいです。お前がそれ発音するときってそっちだよ、うん。で、一切聞いてない。そうですね。早く終わんねえから。一切その話、このタイムを、我々、うん、はいはいはい。避けるんだっつって。もう聞かないんだっつって。むしろ聞かないんだっつって。まあ、という、ボクシング豆知識も挟みながら。ただ多分、そういうのが生まれたのって、多分お前なりの防御なんだろうね。まあ、でしょうね。だからほら、それを正面で受けてた頃って暴力に行ったじゃん。うん。そうそう。うっせぇなーになって、カーッと来て、ムカついたら多分どっちもいると思うんだけど、うっせぇなこいつだけど、うん、まあ、俺に暴力振るとすごいめんどくさいなってちょっと知ってもいるだろうし、うん、いろんな人になんか、こいつは堂々と言いふらしやがってみたいな感じ。別にいいですけどね、それ、ね。俺だってほら、なんか、羽織がないじゃん。まんべんなく言ってほしいんですよ。振るわないじゃないですか、私。いや、でも絶対イメージがね、そちらの方があると思うよ。あ、世間的に？うん。こいつ、なんか、柄悪いね、みたいな。飲んだ時ね。飲んだ時、そんな柄悪い。バチーンと置いたのやつね。頭叩くのはな、ちょいちょいあるな。ケツけたりとかね。ケツけたりとか。で、暴力じゃないじゃん。暴力じゃないですか？だって、暴力って、なんていうの、こう、鼻血とかさ。うん。こんなもんですよ。こう、これあるの君だけじゃないですか。それはそうですよ。だって、暴力。ひろゆき的に言いますよ。暴力を振ったんですから、僕は。で、堂々と、ね。暴力だと思ってやってるわけです。俺はもう。暴力的。じゃあ。のイメージ。でも、それは多分あるんですよ、ね。多分飲んでる時とかに、あると思う。柄もあるし。ああ、むちゃいで。で、なんか、そういう時って俺、
別に話に参加しなかったりするし。俺、こっちも行ってそれは知らない。でさ、でさ、お前こっちの話って、いや、こいつがさ、あ、なってる。あると思う。全然ある。あ、そうです、うん。それは、多分みんな、そっちの方が覚えてそうな気がする。あ、でも、そう、え、てか、覚えてそうってか、やっぱ、ほら。そういうイメージ。君の暴力、密室芸だからさ、うん。そうそうそう。見えない。誰も想像してないじゃん。俺が言ってるだけで、うん、言ってみれば、俺は、なんつうの、こう、あれですよ、その、狼少年的な扱いされる。まあまあね。すごい痛い思いをしてるけど、こんな、ユーモアたっぷりの、三河の先生が、暴力振るわずないってみんな思ってるわけです。まあ、思ってるでしょうね。うん、そういうふうに。君も見せてるから。で、俺はもう単純に裏で、で、この後もあれですよ、終わった後も、いきなしぶん殴られて、いや、もう分かったよ、みたいな話になるんですよ。そういういやらしさがあるよね。俺は、明けっぴろげに生きてるから。ね。うん。でも、痛くないじゃん。え痛いよ。めちゃくちゃ痛い。そう。だって、音すごいねって言われた方が、ああ、ちゃんと音すごく出るように叩いてるからね。え、大丈夫？音すごいね。痛くない？痛いよ。いつもこんなの。え、何のパターンの時の話そんなのあったっけこれで、ね、あれ、全然あるから。まあ、最近は、まあさ、終わっても別に、そんな、ずっといて飲んでたりとか、あんまないんだよね。最近は少ないかもしれない。まあ、ありますからね。まあ、お互いいることもね。そうそうそう。適度の距離感も。ちゃんと終わったらね、うん、もう、今日終わり。すごすごと書いてある。なるほどね。まあだから結果として、ムスというところから、非常に我々は暴力的だと。どちらも。実は。昭和の男じゃけえな。よくないのかな。でもどう思う？その、別にあってもいいかなと俺は思っちゃってるタイプなんですよ。どういうことか。一定の暴力は。すげえこと言ったね、俺。そうだで、俺がお前は頭をパチン。うん。で、お前がムカついて俺もカチン。うん、まあ、俺の方が痛いよって言ったら、骨も折れてるから何回か。でも、俺はもう全然ね、その瞬間いいよとするだけで済ましてはいるけど、まあ、実際俺はもう何回か顎の手術。そんな、別の根性持ってた。いや、だってグーで殴られてんだから、こっちは。こっちはパーですよ。細腕ですよ。グーで思いっきりグーンってやられてるんですから。もう蹴りも、俺のケツ、俺はケツ狙ってるってやっぱそうじゃん。ダメージ低いと。しかもなんつうの、本気じゃないです。対人キックじゃないじゃん。お前はもう、こっちですから。この、顔面を、何回踏みつけないよ。グーのパンチって一緒ですよ。さ、なんつうの、なんつうんだろう。お前の暴力って、うん、やっぱこう、俺もいろいろ暴力を味わってきてるタイプだから、言ってちゃんとムカついた感じなんですよね。うん、ムカついたやつの暴力。うん、そう、あれじゃん、溜まり切ったやつがやる感じでしょ。いや、なんか悪意？うん。なんか痛めつけたい、うん、気持ちかな、うん。溜まったやつのその逆切りとはちょっと違って、まあ、もちろんそこもあるんだろうけど、うん、お前の。あるかもしれないけど、ちゃんと暴力振る人ってちゃんとこう、痛んでほしいっていう暴力振るじゃん。手なのかよ。なるほど、ちゃん。僕、それないじゃん。うん。うっせえな、じゃん。うん。まあもちろん、俺のイメージは、うっせえなっていうぐらいだけど、世間的にさーっていう感じ。まあ、でも、なるほど、だったらこうなるわけだから、うん、やっぱし。意識が違うと思うよ。うん。そりゃそうですよ。だって俺は追い詰められてからの。もう起死回生の、こいつを黙らすためにはもうこれしかねえと。農民が。一人一冊であるぐらいなんないと多分なんないんですよ。ああ、そうなんだ。日常的に、さっきのね、ストリーミング詰められとかで、あれをさ、このカメラ外でやられて、こいつとかじゃないんですよ。まあ、ないかな。だって、あれはさ、言って、お互いの言い分があるから、うん。で、特に若い時に、まあ、そこまでじゃないですけど、うん、まあ、不安定でしょうね、こっちも。で、俺もだな。うん。特にほら、今はさ、
一定を、あ、こいつそろそろ振るうなとか、うん、こいつそろそろかわさね、お前のその、ダッキング、うん、とか、ああいういろんなテクニックでお互いのそのダメージを減らしてるじゃん。うん、お互いのイラつきとかムカつきみたいな、うん。あの子だって結構むき身だから、そうそうそう、お互い。で、俺の詰め方なんてな、うん、今みたいなもんじゃないもんな。そうだね。もっとは、なんつうガチと言いますか、うん、なんでわかんねえんだよ、こいつの詰め方。うん、だからわかるまで俺話すとの、ガチ感、うん。まあでも、あれ必要だったんじゃないの、まあなんかこう、お前が暴力を振るったのも込みで、うん、俺は多分言葉の暴力としてやったと思うし、うん、で、だからお互いある程度、傷んでるからね。うん、あの時期に、非常に我々とあの10年ぐらいか。うん、当初始まってから10年ぐらいが特に、まあその後もまあちょいちょいガツガツあるけど、でも特に一番ひどかったのはお互い、うん、そうですね、俺のこの言葉の鋭利さがきつかったのも多分、今なんてもっとかわいいもんだろう、昔も。まあでも、そこにやっぱ、今風のインスタが入ってますからね。なんつうの、おしゃれかな。インスタってなんだよ、ちょっと。インスタ。あ、インスタ、インスタ、びっくりした。インスタね。あ、さらに、今にちゃんと乗っ取った演出さをプラスしてきたと、うん、この人で。多分、俺も若い子だったら、うん、ただうるせえなっていうだけなんですよ。はいはい。うん、今は、あ、まあ。まあ、減ってるからね。それもそうだなっていう部分も、あるはあるんで。うん、まあ、まあ、よかったよ。そうだな。あってよかったよ。まだはよかったよ、うん。昔はなかったから。そうそうそう。と、なんか、一個はうなずいてほしいものは、あるからさ。うん。なんと、熱意を込めて話す部分も、うん。まあ、それは、さすがにね、年を取ったなと思います。だから俺もお前が言ってる理由も、まあ、わかるよ、かっこいいんだろうみたいな。昔はなかったじゃん、そういう、あれは。うん。まあ、かっこいいかどうかはまた別として、多分、こういう言い方で聞かないでしょうけど、っていう、うん、お前をおもんばかったところでね。うん。いや、ガチで詰めろって企画が欲しいんだったらやりますよ、ね。あの、あんまいい結果はないよね。うん、そこは多分ね。多分ね。俺の一方的な言葉の暴力がいっぱい見れるという、うん。あのね。もういろんな形の言葉の暴力が見れる。多分、まあでも、常々、なんだろう。こう動画とかでも、まあ出てると思いますんで。その、一旦みたいなね。ああ、うん、この人間の。あ、こんな感じなんだろうな、みたいな。こいつの人なのみたいな、うん。あ、この人、こんな感じで繋いでるんだな、みたいな。ああ、でも、うん、割とでもそれは、うん、ある程度、君と仲、腹割って反省ぐらいの人とかじゃないと分かんないかもね。イメージできないかもしれない、ね。いやー、でも多分、お前には分かんないじゃん。なんか、みんななんとなくイメージしている。うん。その僕のイメージと、俺の実体像に関しては、お前以外分かるやつはいないと思うけど。他の人は、なんかめんどくせえやつだな。まあまあ、よく喋る、うるせえやつだな、みたいな。もっとあるじゃん。中身が。いろいろと、良くも悪くも、うん。なぜこうなるかとか。うん。うん、はみんな知らないから。うん。だから、そこに関しては、まあ、俺はもう悪く見られていいと思ってる。うん。だからこうやって平気で叫ぶし、変、まあでも言葉遣いちょっと気にはしてるんですよ。だから人のことを言うとき、なんとかさんはとか。うん。だから有名人でもさ、うん、なんか亀田兄弟はさ、とかじゃなくて、あの、亀田さんとかは、っていうのは、やっぱ、こう、人前で言う。うん、以上は、なんか、テレビの前じゃないか、テレビのおっさんがさ、うん、亀田頑張れとか、あいつやーとかって言ってたのは別のもんだと思ってるから、うん、そこは気にしてる。うん、なんかこう、やっぱ人が見てて、ただ他の部分が不快だと思うけど、うん、俺とお前のこの会話の仕方とか、うん、こいつ気持ち悪いなとは思われる。あ、ね、そこも多分ね、得体の知れなさんでしょ。あ、僕の、うん、いや、このバンドの。ああ、終わってておかしくない、うん、うん。だってお互いが嫌いだって攻撃してるバンドだから。しかもなんかネタでもなく。あれと言ってお互い嫌いですけどっていう感じだもん。だから俺逆にそういうことを外ですら言わないもんね。ああ。一切話題にしないもん。ああ、出さない、うん。だって話さないもん、ね。そうそう。だから、そちらはよく、いや、俺はこいつ嫌いだからね。割と、まあ、みんなと話すの言うじゃん。言う。うん。で、俺は逆にそれ言わない。うん。何？好きだもん。いや。
尊敬してるからこそ、ね。まあ、それもありますけど。はい。まあまあ、それ、それやってますよ、やってるよ。出てね。なんかもう、いや、別にもう、その話もしたくないみたいな。あ、もっと、あれですよ、バザーテレサのところですね。もう最大の部別は無関心。もうここに入ってるよ、私は。あれ本当はね、マザーテレサは言ってないらしいです。あ、そうなの？本当は言ってない名言らしいですよ、あれは。へぇ、作られた。他の誰か。まあ、誰かの、うん、なんか、そう、イメージ的に近いようなことは言ったけど。似たようなことを、なんか、さっき言ったじゃないですか。うん、5回目は正直したんで、はいはい、取り上げた。あ、それはもう、これ実はまだ言ってない名言シリーズみたいな。ああ、そうなんだ。ね。だからやっぱ、そういうの、まあ、ありますよね。だから。あ、俺、あ、言うな。なんでね。あ、そう、俺のこと？うん。ちょっと言うわ。あ、あれだよね。先生は的なやつ。ああ、そうなんですよ。インフルエンサーとか、あの辺の、いじり方で。そういう感じは言うね。だから、お前の方が立ち悪いじゃん。俺はもう垂直で嫌いって。とにかくこいつはとにかく嫌いなものは嫌いだから、人間としてね。やっぱもう、ぐちぐちしてるし。なんかいや、じゃあこういう理由がこうやったらどうっつってもパシッと竹終わったようにはいかねえし、ぐちぐち俺のかっこいいが出てくるし、もう、ああ、嫌いって思ってるから、嫌いって世間にもちゃんと言って。で、じゃあ、みんな思ってるよね。その他の人たちって。俺、よく言われて、うん、一番ムカついてるのがさ、この二人は愛し合ってるから、ね。気持ち悪いね。山パンとか言ってたけどさ、なんかね。なんでさ、そんなに良いものみたいの、うん、そんなになんか、綺麗じゃないけどって思ってるんだよね、うん。関係性として。もうほんと嫌いやって。こんな、逆プロモーションだけど、なんかその末に出来上がった関係なのに、何をなんかお前らが変な、なんつうの？それある意味なんかこう。爽やか青春みたいなものをさ。まあそう見えてんだったら、まあそれはそれでっていう感じですけどね。まあそれはそれでいいタイプですけど。ほら、気が合わない。ね、ここでも俺のね、何でもいいよとかって言っちゃう。ああ、出ちゃうんだよね。別に何もいい。ああ、世間に、流れ側の立場ですね。その流れる。格子を使う人だよ。ジューザーみたいな。そうね。雲の球さん。イメージじゃ、トキみたいになりたいね。ああ、でもトキはやっぱ、ある意味では豪剣でもあるからさ、うん。どっちもいける人じゃないですか。なんで、ラオウの豪の剣に対して。そう、銃で流しながら。誰も引いてねえよ、この段階。銃がとか言ってる段階。豪の剣に対して銃がとか言ってる段階。かっこいいな。誰も知らないからね。で、まあ、今回のね、形として、まあ、結果は我々は風のヒューイだと、いうことで、ね、結論づければいいですか、ね。二コマかな。こうやって出てきて、あとはもう、ドゥーンだね、ドゥーンだね。まあまあ、普通になんか久しぶりに何でもないフリートークをしたかな。どうですか、この広がり方。みんな、ちょっとハラハラしたんじゃないですか。ハラしたでしょ。気持ち悪いぐらいピリついてましたからね。これがね、バンドだと思うんです。いや、こんな感じだよ。あんまりみんなもっと仲良くやって、もっと高いところでやってる意識を。ちゃんと合わせるよ。みんな大人だって。まあ、まあ、仲悪くても。そう。ちゃんと。楽しく、ね、今日はね、みたいな。そう。やっぱファンに見せる自分をちゃんと作って、やってるわけだ。俺どっちでもいいっすなんて言わないから。ダメだよ、もっと大変とダメ。いや、別に望んでねえけど。ということで、こんな感じで、今回は、娘から始まりました、ね。始まってこんなことですよ、我々が広げるという形で、ちょっとムニャムニャしてきたんで。今回多分評判悪いんじゃないかなと。ということで、すいません、本当はね、週に一回楽しくね、持ってもらって終わってほしいと思うんですけども、まあ、こんな日もあってもいいのかなということで、今週も一週間お疲れ様でした。おやすみなさい。そして、いらっしゃいませ。